何？で、いや、
あの、いや、
思いなや。何？よせ。え？
そうか。何がせえへんで。なあ、なあ。なあ。
冴島さん、今回は随分長く山に入ってたね。あんまりにも帰ってこないから遭難したかと思って心配したよ。いや、それなんやが。なんだと？山おろしの住処を見つけただと？まだ断定はできんそうやが、間違いないと奥寺藩が言うとった。どこなんだそこは？それがかなり山の奥の、そや地図に書ききれんくらいの場所や。それで奥寺さんは？今は家で夕飯の支度をしとる。興奮した様子はなかったが。どうも気になるな。ちょっと様子を見に行こう。これはどこ行ったんや、奥寺藩。やっぱりか、もう奥寺さん山に入っていったんだ。せやけどもう日も落ちる頃や。奥寺藩はプロの漁師や、そない無茶なことはせんはずや。いや、よく思い出してみろ。あんたが奥寺さんを見つけたのは夜中だったはずだ。あの人は山下ろしのこととなると時間なんか関係なく行動しちまうんだよ。クソ、今すぐ追いかけるしかないな。待て、西野の親さん。奥寺はこの集落のマタギの中でも最も動きの早い男だ。それにこの時期の山も熟知してる。今追いかけても追いつけないだろう。それやったらどうやって？あんたモービルは運転できるか？それってスノーモービルのことか？どうなんだ、できるか？ああ、備えに慣れてるというわけやないが。ちょっとついてこい。これは10年前遭難した奥寺が佐藤という漁師に助けられた現場近くにあったものだ。奥寺藩の？俺が現場から運び出し今日まで密かに保管していた。なんでそないなことを？細かな話は後だ。この集落でこのモービルを乗りこなせる人間は他にいない。どうだ、本当にお前これを操縦することができるか？ああ、これで奥寺藩を追えばええんやな。頼んだぞ、何があっても奥寺を助けてやってくれ。わかった。奥寺藩。島か。大丈夫か？山下ろしにやられたんか？今すぐ集落に連れてったる。耐えるんや。死んだらあかんで、奥寺藩。違うんだ、鮫島。なんや、今はええ、話は帰ってくれ。俺は奥寺じゃない。奥寺藩、おいしっかりせ。おい奥寺藩。
なんとか一命は取り留めたというところか。なあ、仁科藩、桜井藩、そろそろほんまの話聞かせてもらえへんやろか。何の話だ。奥寺藩、気を失う前に言うとった。自分は奥寺やないと。あんたらそのこと知っとったんじゃが。仁科さん、私が話しましょうか。いや、俺が話そう。一応これでもこの集落の長としての責任があるからな。教えてくれ。奥寺がお前に言った通りだ。奥寺は奥寺ではない。佐藤清というのが奥寺の本当の名だ。佐藤？それって確か10年前に奥寺藩を助けた漁師の名前やろ。そうだ。だがおそらくその漁師の名前が奥寺だったんじゃないかと私は考えている。どういうことなんや。10年前この集落に流れ着き、勝手に空き家に住み着き漁師となった男佐藤。当時俺たちは彼の素性、どこから来た人間なのかも知らなかった。そやったらなんであんたらはその男のことを佐藤って呼んでるんや。あの男の名が佐藤だということを知ったのは、奥寺が警察に捜索願いを出した時だ。それまでは奥寺の名前すら俺らは知らなかった。ほんならまさか奥寺藩は9年前の騒動で行方不明になったその漁師の男と名前を入れ替えたと。なんでそないなことを。素性を隠す必要があったんだろう。その後警察から連絡があり、分かったことが一つある。何や。山降ろし騒動の起こる半年前、佐藤清という名の囚人が網走から脱獄したらしい。何やと。殺人罪で無期懲役の囚人の脱獄。ちょうど佐藤が奥寺を雪山で救出した時期と重なる。ほな、ほんまに奥寺藩は。真相はわからない。いや、それ以上探ろうとはしなかったという方が正しいのだが、その日以来俺たち漁師は奥寺との接触を避け続けた。心を通わせることで彼の素性を知ってしまうことがないようにな。素性を知ってしまえば彼を警察に突き出さなければならなくなってしまう。それが嫌だったんだ。それでわざと奥寺藩を村八部に。せやけどなんであんたらはそないな辛い思いをしてまで奥寺藩を守ったんや。それは彼が私たちを救ってくれた命の恩人だからだ。恩人？9年前山降ろしにこの村は襲われた。だがあの原因を作ってしまったのは奥寺や佐藤じゃない。本当はこの村に住む漁師全員のせいなんだよ。どないしたんや急に。ちょっとあんたに見せたいものがある。後で俺ん家まで来てくれ。冴島さん。おう、ちょっと仁科のおやっさんに呼ばれてきたんやが。あの人なら桜井さんと一緒に裏の倉庫にいます。そうか。あの冴島さん。何や。実は今まで黙っていたんですが、主人や桜井さん、この村の漁師はこれまでずっと奥寺さんを守ろうとしていたんです。ああ、
そうみたいやな。奥寺さんが山に入った時のこと覚えてますか？彼が山に入ると他の漁師たちは皆山に入ろうとしないという話。ああ、覚えとる。実はあれは嘘です。奥寺さんが山に入ると必ず他の漁師が彼に万が一のことがないように見張るようにしていたんです。なんやて？ほんなら俺が山に入るようになってからもずっと。それが私たちこの集落に生きる人間のせめてもの恩返しなんです。9年前奥寺さんがいなければ私たちは今の暮らしを取り戻すことはできなかったはずです。一体この集落に何があったんや？詳しくは主人に聞いてください。来たか。それで見せたいもんちゅうのは何や？これだ。これは。安心しろ、死んでる。これは剥製だ。剥製？今から十数年前、この集落にちょっとした副業が流行してな。これがその証拠だよ。証拠？当時ちょうど文化財保護法という法律が改定される直前でな、この山も法律で保護されることが決まっていた。そうなれば食料確保と漁師の生活目的以外の狩猟は全て禁止。当然熊や鹿といった動物を思考目的で殺すことはできなくなる。そこに目をつけたブローカーがこぞってこの周辺にハンターを送り込んだのさ。希少価値の高い巨大熊や鹿の剥製を法律改定前に手に入れるためにな。しかし冬の雪山はそんなに甘くない。奴らの手配したハンターは次々と遭難死した。そこで我々に目をつけた。この集落のマタギが買収されたってことか。いい金になった。それまで貧しい生活しかしてなかった俺たちにとってそれはまさに夢のような仕事だった。俺らは来る日も来る日も狩りを続けたよ。そう、この山の生態系のバランスを崩してしまうほどにな。まさかそれが原因で山下ろしが。ああ、本来クマは人など襲わない。だがそうでもしないと動物たちも生きていけない環境を俺らが作り出してしまっていたんだ。皮肉な話やな。おそらく9年前行方不明になった佐藤という男はその噂を聞きつけてやってきた密猟目的の漁師だったんだろう。それで奴は一番金になるであろう山下ろしに目をつけた。一攫千金を狙ったちゅうわけか。ああ、だが奥寺は違った。山下ろしからこの集落を守るため命を懸けて戦ってくれた。そして事件の後も黙々と漁師としての生活を続けることで俺たちに漁師としての原点を思い出させてくれた。本当に奥寺さんはここにいる誰よりも本物のマタギだよ。そして今もまだ山下ろしと一人戦ってくれている。奥寺さんは俺たちを9年前の恐怖から救い出そうとしてくれているんだよ、きっとな。西名出たぞ。なんだ？集落の方からだ。行ってみよう。
どないしたんや。出たんだ。落ち着け。何が出たんだ。山おろし、山おろしがこのすぐ先の山中で。なんだと。こうしちゃいられねえ。すぐに家に帰って戸締まりしとかねえと。まさかそんなにすぐ近くにいるとはな。西南。なんだ。俺が行く。なんだと。実は俺もあんたらに黙ってたことがある。俺も奥寺藩と同じ無所から抜け出てきた人間なんや。え、あんたが脱獄囚。あんたらを助ける代わりに見逃してほしいなんてことは言わん。せやけど奥寺藩やあんたらにこれ以上9年前のことで苦しんでほしないんや。佐江島さん、もし山おろしに俺がやられたら、その時は高坂藩って人に伝えてほしい。俺が入っとった刑務所の副所長へ約束守れへんかった、すまんかったと。頼む、俺に行かせてくれ。わかった。だが協力はできない。ちょっと西名さん、どうして。桜井さん、事情はどうあれ真実を知ってしまった以上犯罪者に力は貸せない。そうでしょう。しかし。悪く思うな。これがこの集落を守る人間としてできる精一杯のことだ。十分や。ありがとうな。Yeah.
西島さん。なんや、協力はせえへんって言うてたやないか。そんなこと言ってられる場合じゃない。多分さっきのあんたの話を聞いた他の住人が通報したんだ。そうか。さあ何してるんだ。山下ろしは俺らが始末しておく。だからこっから早く逃げるんだ。行方不明ということにすればいい。9年前もそれで大丈夫だった。だからさ。9年前もどういうことや。それはそういうことだったのか。奥寺さん。安心しろ冴島。警察は俺が呼んだんだ。俺を逮捕させるためにな。どういうことや。いい加減俺も清算しないといけない。この山下ろしとも自分の罪ともな。何言うとるんや。9年前佐藤、いや本物の奥寺はこの場所で死んだ。私が銃を向けた直後にな。何やて。冴島、俺は奥寺を殺すために脱獄した元殺し屋なんだ。奥寺ハングは殺し屋。あの奥寺という男は東北の極道組織を絶縁され、命を狙われる立場にある人間だった。そしてその組織は奴の始末を俺に指示した。だから俺は脱獄したんだ。そやけどあんた確かその男に遭難したとこを助けられたはずやろ。人生とは不思議なものだな。俺は殺すはずの男に助けられ、そしてその男は友と思うようになってしまったんだからな。奥寺さん。しかし組織の命令は絶対だ。もし奥寺を殺さなければ俺が殺される。だから俺は9年前のあの日、奥寺が山下ろしを追いかけて山に入った時、殺そうと企てたんだ。奥寺が山下ろしに殺されたと見せかけるためにか。ああ、だが俺は躊躇した。俺が奥寺の背中に銃を向けた時、奴は言ったよ。いつ撃ってもいいってな。ほんならまさか。ああ、奥寺は全部知っていたのさ。俺が自分を殺そうとしていることも全てな。奴はその上で俺を受け入れ、生きるという希望を失いかけていた俺に資料を通じて生きる道を教えてくれた。それで結局あんたは撃ったんか。撃てなかった。この男を殺すくらいなら自分が組織に命を狙われても構わないと覚悟した。だがその瞬間だった。黒く巨大なものが奥寺に覆いかぶさったんだ。山おろしか。そうだ。その後のことは自分でもよく覚えていない。気がついたら俺は奥寺と一緒に真っ赤に染まった雪の上に倒れていた。なんてことだ。そして死に際に奥寺は俺の手を握って言ったんだ。俺の名を借りて生きろ、生きて罪を償えと。多分奥寺も罪の多い人生を歩んできたに違いない。だからこそ生き残った俺に償いきれなかった悔しい思いを
託したんだろう。冴島、これで俺は思い残すことはない。今度はちゃんと塀の中で勤めきれなかったケーキを送ることにしよう。ちゃんと自分で決着つけてってくれ。西野、あんたは9年も山下ろしを追い続けた。決着をつけれるのはあんたしかいない。さあ奥寺さん。俺がこの集落に来てから10年近く、漁を通じて一つ分かったことがある。なんだ。自分が生きるための資料以外は殺戮。俺はな、西野さん、そのことをこの集落、雪山、そしてあんたたちに教わったんだよ。奥寺さん、ここでこの引き金を引けば俺は10年前に逆戻りだ。ここは一つ漁師としての俺の信念を貫かせてもらえないか。うん。